日はレンジで簡単にできる時短レシピ3品をご紹介していきます。巻かなくても作れる卵焼きと、ベチャッとしないパラパラのチャーハン、そしてふんわりヘルシーな豆腐シューマイを作っていきます。どれも火を使わずに簡単にできるので、忙しい方にもおすすめです。このチャンネルでは初心者の方向けに簡単にできるレシピを紹介しています。ぜひ最後までご覧になってください。巻かないで作れる簡単な卵焼きを作っていきたいと思います。袋の中に入れて粒を潰していくように押しつぶしていきます。はんぺんを使うことで調味料が少なくてもいいというのはもちろんなんですが、冷めても固くならずにふわふわプルプルの卵焼きになります。袋はある程度破けにくいですね。しっかりした袋を使ってあげてください。はんぺんが入っている袋、そのまま使っていただいてもいいのかなと思って試してみたんですけど、すごく破けやすくて、できればしっかりした袋に移し替えてあげた方がいいと思います。このはんぺんに今度は卵2個ですね。さらにですね、ここにめんつゆですね。味のバランスを見てめんつゆを加えています。これをまたさらにですね、もみもみしていきます。はんぺんのつぶつぶと白身の固まっている部分をよくほぐしたことを確認したら、これで終了です。でこのままできれば電子レンジにかけていけたら楽なんですけれども、多くのこういった袋ですとか、あとは保存袋ですね、レンジでの加熱調理が保証されていないんですね。耐熱の器に移していきます。ラップを余裕を持って多めに敷いてあげます。そしたらここに流し込んでいきます。で流し込む際にはハサミで切ってあげて、口を作ってあげると流しやすくていいかと思います。この上を閉じてあげます。ちょっと蒸気の逃げ口があった方がいいので、上だけこう閉じますね。これを電子レンジで3分ほどかけていきます。はい、これがレンジで加熱が終わった卵です。乾いた布巾でいいんですが、この上に乗せて形を整えていきます。で卵って熱いうちは形が変わる性質があるので、ここで形を整えてあげられるんですね。こう巻き巣のイメージですかね。粗熱が取れるまでこの状態で置いておきます。はい、では、切り分けていきます。こんな感じの見た目ですね。盛り付けていきます。大葉ですね、大根おろしを乗せます。でちょっとね、お醤油を垂らします。完成です。ではレンジでパラパラに作れるチャーハンを作っていきたいと思います。まずはネギを小口切りにしていきます。チャーハンに入れるときみじん切りにすることが、多いんですけれども、今回ね、時短レシピということで小口切りにしていきます。後でほぐすので小口切りでも大丈夫です。ほぐれてくれます。では続いてチャーシューをですね、1センチ角ぐらいに切っていきます。でチャーシューない方はハムでも大丈夫です。では次にごま油ですね、と醤油ですね、これが鶏ガラスープの素ですね。あとは塩ひとつまみ、そして卵ですね。でこれを混ぜ合わせます。さらに先ほどの切ったチャーシューですね、とネギ入れます。で、軽く混ぜたら、この状態でふんわりラップをして、この状態ではまだこの液がですね、卵が半生な状態ですね。ここにご飯を入れていきます。ご飯にまとわりつかせるようにですね、さっくり混ぜていきます。ここでご飯をね、潰してしまうとご飯の粘りが出てしまってベチャッとなってしまうので、切るように全体を混ぜていってください。
ポイントとしては卵や油にはご飯をパラッとさせる効果があるので、ご飯の周りにうまくまとわせてあげる必要があるんですね。ただしご飯を最初から入れるとご飯が水分を吸ってベチャッとなってしまいます。そのためにあらかじめ卵のこの液を半熟に加熱して、ご飯を吸わないけれどご飯一粒一粒には絡む状態で入れた方がご飯がパラッとします。今回はラップをせずに600ワットで3分ほどですね、レンジで加熱していきます。はい、こちらレンジにかけたものですね。まだちょっと半生みたいなところがあるんですが、こう余熱で熱いうちに混ぜることでこう水分を飛ばしてあげます。この時に卵にも全体に火が通っていきます。それでもまだ生っぽいなという方は少しずつ様子を見ながら加熱を増やしてあげてください。パラパラにするためにさっくり混ぜるのがポイントです。返しながらほぐすようにですね、混ぜていってください。で、あと胡椒ですね、振りながら混ぜます。はい、では盛り付けに入っていきたいと思います。お茶碗にですね、よそって丸く盛り付けていきたいと思います。青みが欲しい方は小口切りにした青ネギをちょっと散らしてあげても可愛いと思います。はい、完成です。ふんわり豆腐シューマイを作っていきたいと思います。椎茸を切っていきます。で、この軸の部分をちょっとこう左右に揺らしてあげると簡単に手でもぎ取ることができます。で、この軸の部分も美味しいので、この石突きという硬い部分だけ落として5ミリ角ぐらいに切っていきます。全体を同じぐらいの大きさにします。はい、椎茸の準備はこれで完了です。はい、次はシューマイの皮を切っていきます。だいたい3等分とか10枚ずつぐらいに分けて切ってあげてください。幅は細い方がまあ上品な感じに仕上がりますが、均等な幅で切ってください。切ったものはバットに移します。これね、包むっていう言い方をさっきしたんですけど、包まないでこう周りにつけるだけなんですね。なのでシューマイの包み方が難しいという方にもとてもおすすめになっています。で、今度はこう、ね、くっついているので後で使いやすいようにほぐしておいてあげます。はい、では肉ダネを作っていきます。まず豚肉ですね、豚ひき肉を入れます。みりんですね、生姜ですね、すりおろし生姜入れます。醤油ですね、ごま油ですね。で、下味をつけていきます。で、ここで混ぜ合わせる際に衛生の手袋をしてあげる方もいらっしゃると思うんですけど、なかなかない方もいらっしゃると思うので、こういったポリ袋を手にかぶせてやってあげるといいかと思います。で、粘りが出るまで混ぜます。塩分が加わると粘りが出て肉汁を閉じ込めてくれますね。まず豆腐ですね。で、片栗粉を加えます。あとは先ほどの椎茸ですね、加えます。全体を混ぜ合わせてムラなく均一に混ぜていきます。豆腐はよく水切りしてあげて使うレシピ多いんですけれども、水切りしたとしてもだいたい抜ける水分の量って10%ぐらいなんですね。その水切りの部分はですね、片栗粉を入れることで吸ってあげるような配合にしていますので、ここで補ってあげます。スプーンでまとめられるぐらいになったら完了で大丈夫です。シューマイの皮をつけていきます。これですね、スプーンですくってボウルの端を使いながらまとめてあげるイメージで、こんな感じでいいです。 3,4 個ぐらい置いてもらったら上からかぶせます。で、全部こう覆うようにかけてあげたらお団子状に丸めておきます。で、これでもう完成です。このまま並べていただいてもいいんですけど、下に乾燥するとくっついてしまうので、下にキャベツね、敷いていきます。そして先ほどのシューマイくっつけておいてしまうと電子レンジにかけた後でくっついてしまうので、隙間を空けて並べるようにしてください。ではですね、こちらラップをふんわりかけて
加熱します。これ電子レンジで600ワット6分間、ね、加熱していきたいと思います。はい、出来上がりました。食べてみて粉っぽいなと感じるようでしたら加熱時間を少し増やしてみてください。これでレンジで簡単時短レシピ3品の完成です。卵焼き、チャーハン、シューマイでお弁当にしてもいい感じですね。レシピは概要欄に書いてありますので、よかったら参考にしてみてください。